はい、皆さんこんにちは、ジョージです。今日はですね、まあご存知の人も多いかとは思うんですけれども、来年の1月30日にですね、日本最大のクラブのアゲハが閉館になるというようなニュースがありまして、ちょっとまあそのことについて語っていこうかなというふうに思ってます。定期借地権契約満了というふうに書いてありまして、土地の所有者とまあクラブアゲハ側がまあ交渉してたんですけれども、まあ残念ながらこう再契約ができなかったということで、まあ来年の1月にクローズということになってしまうみたいなんですね。所有者と再契約ができなかったっていうのは、なぜできなかったっていうのは、まあちょっとそれは僕も詳しくはわからないんですけれども、まあ間違いなくあるのはコロナの影響っていうのがあって、結構もういろんなイベントがもうずっと中止になっていて、アゲハ側はもうですねクラウドファンディングをして、まあお金を集めてなんとか維持しようとはしてたみたいなんですけれども、まあそれもちょっと、できずにですね、今回こう閉館ということになってしまったんですけれども、アゲハ自体っていうのが、まあ固定経費っていうのがすごくかかるみたいで、月どうやら3000万円ぐらいは光熱費だったりとか家賃だったり、こう人件費、機材管理費とかそういうのでかかるみたいなんですね。なんでまあこうコロナの給付金だけで維持していくっていうのは多分難しい状態ではあったとは思うんですよね。まあ日本最大のクラブでもあって、僕も結構いろんなイベントに行かせてもらったので、とってもこの今回閉館してしまうっていうのが、悲しいな、残念だなっていうふうに思っております。そのアゲハに関してはですね、まあイギリスのこう有名な DJ マグっていう雑誌でもありメディアでもあるところが世界クラブランキングっていうのをこう毎年発表するんですけれども、まあ2008年に、51位かな2008年に51位で、2009年に31位、2010年95位で、2011年が53位、2012年が96位、2013年68位、2014年67位で、毎年入ってたんですけれども、2020年去年はですねアゲハ入ってなかったりもしたんですね。ウームとかは入ってたんですけれども、どういう基準でこうランキングがこう除外されたのかっていうのがわからないんですけれども、もうアゲハの存在っていうのが少しずつこう世界的に見ても、そして日本の中でもこうコロナの影響ももちろんあるんですけれども、薄れていってたっていうのはあるのかなっていう感じには思いますね。で、一部こうネットの記事なんかを見てると、こうクラブ文化とかクラブ自体がこのコロナの影響もあって今後はどんどん衰退していって、まあもっとこうバーチャル空間とかで楽しんだりとか、ネットを通してこう音楽を楽しむっていうことが増えていくんじゃないかっていうような記事が書いてあって、まあ仮にこうコロナがこう感染がこう減ってきまして、コロナが完全になくなった時点でもですね、やはりこうここまでこう感染が広がったものに関してまだこう恐怖感を残ってる人がいて、仮に亡くなったとしてもまた、行くと感染してしまうんじゃないかっていうような恐怖感で、一定の人はコロナが終わったとしてもしばらくはクラブの方に行かないんじゃないかってい う, こう意見なんかも出ているんですね。それに関してもまあ僕もまあそこは何とも言いづらい部分、その行く行かないはですね、もちろん本人の自由なので、ただまあ僕はそのクラブっていうものをこうなんかクラブっていうのがですね、こうなんとどうしてもですね、こう音もうるさいし近所にも迷惑かかるし、クラブ行くっていうとこうチャラいとかっていう風に思われることもあるし、ナンパ目的なんじゃないかっていう風に思われることもあるんですけども、それはちょっと違っていて、やはりクラブっていうものは一つのこう文化でもあって、みんな例えば好きなアーティストが来日したりすると、こう、ライブ見に行ったりすると思うんですけども、そういう武道館だったり、東京ドームだったり、どっかコンサートホールに行きますよね。それとクラブも全く同じで、DJ や、ダンスミュージックや、ヒップホップ、レゲエ、アンビエント、エレクトニカ、もうそういった音楽のアーティストっていうのが来日すると、ライブ会場っていうのはクラブなんですね。なんでクラブ行くと、まあお前チャラいなとか、まあよく言われたりするんですけども、好きなアーティストの、ライブを見に行っているだけになるので、会場はクラブっていうだけに
になるので、それは、普通にコンサートホールとか武道館でこうライブを見に行く人と全く同じになるんですね。ただそこにお酒だったり人と人とのこう例えば出会いとかがあったりもするので、ちょっとこう確かにコンサートホールとかとは違ってくる部分もあるんですが、それは一つの音楽の楽しみ方としていいとは思うんですね。こうクラブ自体がこうなくなっていくっていうことは僕はないとは思っていて、今後もこう、そのアーティストが、こう来日するようになれば会場はクラブになると思うし、好きな人は行くと思うんですね。で、まあ、一定のお客さんがいなくなってしまうっていうことはもしかしたらあるかもしれないんですけれども、必ずしもこう大多数っていうわけではないかもしれないし、こうちょっとどうなるかもわからないので、クラブで音楽をやるっていうこと自体は、まあ、一つのカルチャー文化でもあるので、僕は今後ともクラブっていう文化、クラブっていうもの自体は、続けていって、これからもこうみんなから愛されるようなものになってほしいなというふうには思ってますね。一部のこう噂とかですと、どっかの企業があそこのこう土地を欲しがっていて、どんどん地上げをしていて、クラブ側がその賃料を、払えなくなってしまって、こうどっかで裏であそこの土地を潰そうとしてるっていう考えなんかはもうネットに出てたんで、まあ、それは本当かどうか全然わからないんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、日本でまあ一番最大のクラブで、新木場っていうまあ駅にありまして、まあ、周りも本当企業とか物流センターとかもう本当に何もないところにこうドンとあるようなクラブで、やはり日本を代表するクラブでもあるので、僕はとっても今回なくなってしまうということに対しては、残念ですね。でそしてクラブ文化、クラブカルチャーっていうものは今後とも、残っていくと思っておりますし、そして信じておりますし、僕自身も残ってほしいというふうに思ってますね。で海外なんかは、コンサートホールとか劇場に対しては国がこう補助金を出してるわけなんですよね。なので、それ同じことだと思うんですよね。クラブっていうのもアーティストが来てこう演奏する、音楽を流すっていうことなので、もっとこう国がですね、日本も、クラブを存続させるためにですね、こう補助金を出したりするっていうことも僕はやってもいいかなっていうふうには思いますね。なんで、まあ、まだ日本にはですね、まだまだクラブはあるんですけれども、日本一のクラブがこう潰れてしまったことはとても残念に思いますね。で一番情報によりますと、1月の28日から30日の最後の3日間は最初の最後のカウントダウンパーティーみたいなのをやるみたいなので、まあぜひ僕もね、まあコロナに気をつけながらもあるんですけれども、ちょっと行ってみたいなっていうふうには思ってますね。今回はですね、クラブアゲハスタジオコーストっていうのが、まあ、閉館してしまうということについて、ちょっと僕なりの考えなんかを言わせていただきました。ありがとうございました。